よいしょ。さあ、今日は二人とも病院です。はい。よいしょ。私は1週間ぶりの診察です。文人くん、こっち、あんちゃんいい？はい、病院行くよ。はい、バリバリ先生に、あんちゃん、よいしょ。あ、よし、じゃあ見とく。僕は今日は2週間ぶりの検査です。うん、行こう。ね、一緒に行こう。よし、はいはい。二人合わせて9キロぐらいありますが、連れてってきます。はい、帰り着きました。じゃんじゃじゃん。お利口さんでした。じゃーん。海人くんは、今日からお薬なしです。通院も完了しました。よかったね。ただ少しやっぱり目の縁の腫れが気になるので、薬をやめた影響で腫れてしまった時用に、まあ緊急ステロイドということで、プレドニゾロンを3錠いただいております。あんちゃん、あんちゃんも、あんちゃんも頑張った。あんちゃんはまだまだ通院が続きます。はい、頑張った、はい、頑張ったね、はい、よかったね。薬をやめて見た。本当だ。お尻からどうも。薬をやめて、まぶたのちょっと縁のとこの腫れがまたガッて赤みを帯びたときは、一気に抑えて様子を見て。またどんどん腫れるようであれば、また手術は考えなくてはいけませんが、今のところね、縁が目の縁の少しがやっぱり気にはなりますが、腫れてない日もあるので、ね、このまま様子見です。このままお薬がやめれますようにね。よし、もういい、終わり。はい、次、あんちゃん。はい、あんちゃん頑張ったね。フラミダ入る？あんた、あんちゃんおいで。あんちゃん頑張ったね。ウビト君は食べました？お兄ちゃん、あんちゃん、おいで。あ、あ、あんちゃん、はい。あんちゃん、お兄ちゃん食べた。あんちゃん、はい。お利口さんだね。はい。お兄ちゃん食べた、今。お兄ちゃん食べ、お兄ちゃん食べたよ。あんちゃん頑張りました。
ワンちゃんは、ですね、歯肉炎ではなくて、やっぱり犯人は喉の方の炎症でした。で、今飲んでいるのは病院から無料サービスのお水、アニマルウォーター。結構良さそうなんですけれども、喉の奥の方の炎症がまだ効いてないので、今のお薬だけじゃちょっと厳しい感じです。なので今回はブレンダっていう、本来は注射の炎症のお薬なんですけれども、こちらを飲み薬として3日間試すことにしました。効くといいね。注射ではなくて飲んでも効果はさほど変わらないとのことで、負担を考えたら飲んだ方が良いだろうということで試してみます。歯茎じゃないな、喉だなって思ってた私の嫌な予感は的中してしまいました。あら、誰かカニカマ入れとる、水の中に。